現在の東京をですね、東京タワーから360度をご覧いただけます。またですね、東京の名所も多くご覧いただけますし、新しくできた電波塔のスカイツリーもですね、ご覧いただけますし、六本木ですとか、まあ、数々のですね、あの名所をご覧いただくことができます。東京タワーといえばライトアップだと思うんですが、ライトアップといってもいろんな種類がありますよね。はい、まずですね、大きく2つの種類がありまして、まあ、通常のオレンジ色のライトアップがランドマークライト、そして点々でですね、ダイヤモンドのように光るのがダイヤモンドベールという呼ばれるライトアップがございます。イベントごとにこうライトアップを特別なものに色をですね、染め上げたりするんですけども、まあ、今もですね、あの月1で満月ダイヤモンドベールというですね、特別なライトアップを実施しているんですけども、こちら月に1回の満月の日にですね、まあ、月の明かりを引き立てるということで、ダイヤモンドベールもですね、途中半分から下だけピンク色にライトアップするといったですね、特別なライトアップを実